こんにちは、わきです。今日は埼玉県深谷市にあります浅間山公園のわんぱくランドに来ています。変形自転車やバッテリーカーがあったりとか、ふわふわトランポリンがあったり、その上にグラススライダーとかローラー滑り台とかいろいろあります。第三セクターということで、まあ料金も安いというのと、大きな施設ではないので本当に小さい子向けって感じですかね。小学生低学年とかが遊ぶには十分楽しめそうな公園です。ここは小さい子向けのバッテリーカーですね。深谷のゆるキャラふっかちゃんです。100円。周回コースのバッテリーカーです。1周100円だそうです。はい、いってらっしゃい。はい、100円です。じゃあ大丈夫だね。なんかお昼になったら空いてきたな。ふわふわドームも今空いてるね。ガラガラだね。大人だ。はい、こちらひときわ大きくて目立つのがふわふわふっかちゃんです。4歳から8歳で1回10分100円だそうです。安いっすね。かつてはこの場所、流れるプールがあったらしいんですよ。そこを改修して公園にして、深谷市でずっと運営していたんです。グラススライダーの両脇にローラー滑り台があります。こっちはまず低い方だね。なんだここ止まっちゃう。これはい、今度はグラススライダーの反対側にあります高い方が、なんかね、ローラーの滑りがいまいち良くないみたいで、あんまり滑らないね。ゴー。ブレーキかかっちゃうな。立っていくの。キノコの椅子。あっちにもある。いろんなとこにあるね。椅子いっぱいあるね。休憩するところはいっぱいあるね。自動販売機コーナーたくさんあります。じゃあ、あっちのふっかちゃんで。じゃあ、お父さんふっかちゃんで。よし、じゃあ行きまーす。来たー。なんか余裕だな。寝転がってみな。うーい。あそこからスピードが出るんだね。はい、結局閉園間際まで遊びました。ふっかちゃんはぺっちゃんこです。はい、帰りましょう。楽しかった人。そんなもんか。帰りません。じゃあ置いてくよ。